はじめまして、新田です。マリオ VS ドンキーコングプレイしていきます。今回はエキスパートステージ1から8をプレイしていきたいと思います。まずはエキスパート1行ってみましょう。結構時間がタイトなので頑張りましょう。まずは青踏んで赤踏んでバケツを落とします。でバケツ拾います。ここ置きます。青踏みます。登ります。これ逆向きにしておきましょう。2段ジャンプで越えてこの上に乗ってよいしょ、逆立ちジャンプで全部取ります。上登ってしゃがんで鍵を取ります。1回降ります。ここに置きます。赤を押します。バケツを取りつつスイッチを逆にします。バケツ投げて鍵も投げます。あ、青を押してこなきゃ。青を押します。でしゃがみます。鍵を一旦上に置きます。バケツも上に置きます。上に乗ります。ここの上に乗ります。上に置いてその間に赤を押します。逆向きにします。このバケツに乗ってで2段ジャンプ OK です。鍵を上に置きます。3段ジャンプで OK です。おーおーおー、ミニマリオはないんですね。鍵を届けるだけでした。ステージエクストラ1パーフェクトクリアです。ではエクストラ2行きましょう。飛んで飛んで飛んで、ここで逆立ちジャンプをします。1回戻って OK です。もう1回飛んで、ここでも逆立ちジャンプです。ここでも逆立ちジャンプです。ワンアップ取ります。ほほで、ここでも逆立ちジャンプをしましょう。 OK です。逆立ちジャンプです。ウエイト、あー1回休めます。ここでやっと休めますね。うわ、大の苦手。B を連打し続けます。そしたら絶対いけるはず。 OK です。で鍵を持って、まあ、下にとりあえず向かっていってみましょう。いや、順当にいける。ジャンプしてジャンプして OK です。たどり着きました。ステージエキスパート2パーフェクトクリアです。ではエキスパート3いってみましょう。最初に青を取っておきます。リフトになります。1回ここに飛び移って飛び移って赤を取ります。この子に乗って黄色を取って鍵を取ります。リフト1回見逃してこのリフトに乗ります。でこっち飛び移ってこのリフトに乗ってこっち行きます。真ん中に乗ってこのリフトに移って落ちてくる前にジャンプ。 OK です。で逆立ちジャンプでキャッチすれば OK です。ステージエキスパート3パーフェクトクリアです。ではエキスパート4行きましょう。赤を飛びます。青を踏みます。ボム片を持ちます。青に入ります。ジャンプしてここにボム片を置いてちょっと離れます。青を取ります。下に降りて黄色を取ります。青に入ります。赤を取りつつ黄色踏みます。ボム片を持って黄色に入ります。右に投げます。ボム片を持ってボム片を持って上に置いて黄色に入って赤を踏みます。黄色を踏んで鍵を取って青を踏みます。降りて青のボックスに入ります。ここをジャンプして越えてクリアです。ステージエキスパート4パーフェクトクリアです。下をくぐってこの辺で止まります。で一緒に移動します。逆立ちします。ジャンプして取ります。黄色を踏みます。一緒に移動します。この時は移動しない。一緒に移動します。逆立ちします。取って移動します。で越えてドッスンが下に行ってる間に押しましょう。で飛んでギリギリでまで来ます。で下をくぐって一緒に移動してこっち越えます。黄色します。上に来るので注意です。3人です。ここでこの時は動かない。一緒に移動します。この時は動かない。一緒に移動します。この時は動かない。 OK です。青押します。上に行きます。一回向こう側行きます。こっちまで来てここにいる限りは平気です。なのでこのタイミングで一緒に飛んでいきましょう。 OK です。あとは鍵を持って同じように進んでいくだけ。ここ進んで立ち止まってて大丈夫です。進んで立ち止まって進んで立ち止まってます。最後扉に到達してクリアです。ステージエキスパート5パーフェクトクリアです。では
エキスパート6行きましょう。まずはいっちゃんそっちまで行って黄色を取りましょう。赤に入ります。戻ってもう一回下に降ります。しゃがんでこっち行ってギリ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 を攻めて青を取ります。青を取ったらこのままこっちに滑っていくのがいいでしょう。しゃがんで滑っていきます。赤に入ります。青を押します。おっ、赤取ります。一回ジャンプします。鍵を取って一回投げて滑っていって赤を押します。赤入ります。落ちてきてすぐジャンプしてこっち戻ってジャンプしてこれで、鍵を拾います。投げなくていいです。鍵拾ってでこっち側に投げて自分もこれで滑っていって鍵取ってクリアです。ステージエキスパート6パーフェクトクリアです。続いてエキスパート7行きましょう。最初にこの子を持ってこのボム兵の上を開けましょう。この子を持ってここを開けてもらいます。その間にこの子を持ち上げて青を開けてもらいましょう。で、この子を半分よりちょっと左側からこっちに投げます。その間に青を取ります。この子をここに置きます。オッケーです。次の子をここに置きます。でワープ取りましょう。次の子をここに置きます。次の子をここに置きます。次の子をここに置きましょう。次の子をここに置きます。この子をこっち行くときにジャンプして起爆させておいてあげればここが爆発するので赤取ってクリアです。ステージエキスパート7パーフェクトクリアです。お、1アップ出ました。いきますか。ステージ1マリオトイカンパニーですね。まずは鍵を追いかけましょう。よいしょ。もらえるものはもらっていきますけど、はい、待って、間に合わないかもしれない。どうせこっち戻ってきます。戻ってくるタイミングで取れれば上々なので OK です。あと8秒。 OK です。ラストエキスパート8いきましょう。まず上向きにします。でボム兵持ってここを壊します。赤を取ります。ここを下に降りて上に行って黄色取って黄色踏みます。下の青を踏まないように降ります。一周しましょう。これ乗ってしゃがんで上に行きます。ボム兵を持ってここを壊します。で青取って青踏みます。ベルトコンベアの向きをこっちにします。上に登ってリフトに乗ります。しゃがみます。黄色を押して鍵を取ります。リフトの方向を上向きにします。鍵を上に置いて自分も上に登ります。鍵を下に落とします。その間に自分ははしごで下に降ります。で鍵を取ります。リフトに乗ります。ほっ、オッケーです。ステージエキスパート8パーフェクトクリアです。ではこのまま、エキスパート9行きましょう。ヘイホーに乗って逆立ちジャンプで青を踏みます。ヘイホーに乗って2段ジャンプで越えます。ヘイホー持ち上げます。1回こっち来て青を取ります。黄色を押します。上に置きます。2段ジャンプでここを登ります。赤を押します。ヘイホーを持ち上げます。上に置きます。黄色を押します。ヘイホーを持ち上げます。こっちに投げます。ジャンプで登って1回戻ってくるまで待ちましょう。下に来たタイミングで乗ります。鎖をつかみます。横にジャンプです。ヘイホーが下に来たタイミングで降りてしゃがんで逆立ちジャンプですかね。鍵取って部屋入って OK です。ステージエキスパート9パーフェクトクリアです。続いてエキスパート10行きましょう。これに乗ってこっちに移ります。ここに乗ったタイミングで逆立ちジャンプで黄色を取ってここでも逆立ちしてこっちに飛んでいきます。ここに乗ってこれで逆立ちジャンプで青を取ります。ここは2段ジャンプを繰り返せばいけますか。ねえ、あ、いけました。 OK です。これでクリアです。ステージエキスパート10パーフェクトクリアです。ではステージエキスパート11いきましょう。鎖を持って上に登ります。赤を取って青踏みます。下に降ります。
これ乗って青を取ります。ここ登ります。でこっち行きましょう。2段ジャンプで上に飛びます。ジャンプ取れなかったので逆立ちジャンプで取ります。でこっち乗って1回これ取って鍵を持ちます。黒い子に乗って上 OK です。エキスパート11パーフェクトクリアです。エキスパート12行きましょう。なんとなくヘイホーは持っておいてみましょう。2段ジャンプでここを飛ばしてもらって赤取ります。ヘイホーを持ち上げて赤踏んで上に投げて青踏みます。隙を見て上に登って持ち上げて投げます。で乗ってしゃがんでこっちに行きます。まず赤を押します。逆立ちジャンプで青を取ります。青を踏んでこの上に投げてこのタイミングで赤を押してもう一回青を押します。でこれを登ります。鍵を持ってクリアです。エキスパート12パーフェクトクリアです。ではエキスパート13行きましょう。2段ジャンプで上に登ります。しゃがみます。2段ジャンプで上に登ります。しゃがみます。逆立ちジャンプで登って逆立ちジャンプで登って1回下に降ります。適当なボタンを押します。赤が右側にいるタイミングで踏みます。間を抜けるように乗ってしゃがみます。2段ジャンプで上に乗って逆立ちジャンプで上に登ります。1回ここに乗ってこっち側の赤を取ります。黄色が右側にいるタイミングで踏みます。上に乗ってしゃがみます。赤が通り過ぎたタイミングで2段ジャンプで登って2段ジャンプで登ります。もう1回これを鍵取ります。下に誰もがいないことを確認して下に降りてクリアです。エキスパート13パーフェクトクリアです。エキスパート14行きましょう。右に行きます。青を踏みます。赤を取って1回スイッチを踏みます。ジャンプ台を投げて飛んで2段ジャンプで青を先に取っておきます。スイッチを踏んでジャンプ台を戻します。ジャンプ台持って赤を踏みます。ジャンプ台投げて青を踏みます。ジャンプ台止まったら赤を踏みます。ジャンプ台使ってはしごを登ってジャンプ台を上に置きます。自身は2段ジャンプで上に登ってしゃがみます。1回下に行ってジャンプ台を元に戻します。ジャンプ台を持って真ん中あたりに置きます。上に戻ってきて鍵を持って鍵を上に置きます。青を踏んですぐにスイッチを踏みます。赤を踏んで下に行って鍵を取りましょう。スイッチを踏んで1回鍵を向こうに送ります。鍵を持って青を踏んでスイッチも踏みます。一旦鍵を置いてジャンプ台を送って鍵も送ります。鍵を持ってジャンプしてゴールです。エキスパート14パーフェクトクリアです。エキスパート15行きましょう。上に飛んでハンマー取って倒して上に投げて取って上に投げて取って倒します。ハンマー捨てます。赤取ります。こっち飛んで黄色を取ります。下まで降りてハンマーを取ってこの子倒して上に投げて取って倒して上登って青を押します。こっち行って青を取ります。鍵を拾って一旦こっちの上に置いておきます。しゃがみます。持ち上げて上に置きます。そのまま階段登ってこいつ持ち上げます。火を吹いた後すぐこっち戻ってこっち置いて赤を踏んで落ちてきた鍵を取れば OK です。エキスパート15パーフェクトクリアです。ワープ出てきたので取りましょう。おー行きます。まあ鍵優先ですね。下でジャンプして鍵をそこ通り抜けるんですか。こっちこっちはっ OK 鍵取れたので宝箱 OK です。ではラストステージですかね。エキスパート16行きましょう。黄色が出たらボム編に乗ります。黄色やんだら持ち上げてこっち行ってこっちから投げます。黄色やんだら赤を取ります。登ります。ボム編持ち上げて上に置きます。もう一人ボム兵持ち上げて上に置きます。そこが開きます。スイッチを押して赤が出たら行きます。黄色取って赤が出たら戻ります。ボム兵を拾って上に投げます。もう一人ボム兵を拾って上に投げます。下に降ります。で
このボム片を拾ってここに投げます。上に登ります。鎖持ちます。こっち飛んで鍵を取ります。落ちてすぐ右、ボム兵がこっちまで来るのを待って正確に上に乗ります。トゲを過ぎたらジャンプして降りてクリアです。エキスパート16パーフェクトクリアです。さて星を136個手に入れました。このあとラストドンキーコングとかあると思ったんですけど、そんなことはなかったですね。じゃあ星136個手に入れて、今回はエキスパート1からエキスパート16までプレイさせてもらいました。ここまで見てくれてありがとうございます。